直角が出てるとこを最初につけましょう。おはようございます、ひよこめだかです。いつもひよこめだかチャンネルご視聴くださりありがとうございます。今日はお客様からダイソーで売ってるこの、ちょっと見えますかね、重なる透明収納ケースが横見ケースに使えるという情報を得たので、早速使ってみたいと思います。それでちょっと後ろが透明になるんで、これ買ってみたんですよ。このリメイクシート、マットブラックっていうの、これをちょっと作って貼って実際に使ってみようと思います。それではどうなるのか、ぶっつけ本番です。いつもなら失敗します。じゃあ早速行ってみましょう。まず早速開けていきます。ダイソーの重なる透明収納ケース200円です。ちょっと開封していきます。ちょいちょいこれが横見ケースに使えるっていうのが定期的に出てきますよね、このメダカ界隈の情報で。ちょっと前無印良品の収納ケースが600円ぐらいでしたけど、あれが横見ケースに使えるっていうので出てましたけど、あれが結構紫外線に当たるとね、接着剤が劣化してバラバラになっていくんで、本当外に置きっぱなしにしてたらねすぐ使えなくなったんで、今回のケースがどれぐらい持つのかっていうのはまだ未知数ですけど、こういうものですね。こういう引き出しになってます。この中のもなんか選別したのを入れるのに使えそうです。ちょうどいいです。で外見がこんな感じです。もうまさに持ちやすいですね。本当にちょうどいいです。狙って作ったかのようなこんな感じです。それでこう背景が透明なんですよ。なんでそこにこのリメイクシートって言って、タンスとかのこの表面に貼って傷を隠して綺麗にしちゃうよっていうのは、これも同じくダイソーで100円で売られてたんで、これを買ってみました。あと他にはこのハサミと物差しを用意してます。それでこの後ろの面にこの黒いリメイクシート貼って横見ケースを作ろうという作戦です。よし、じゃあ切っていきます。まずリメイクシートを開けます。裏面がこういうシールになってます。これを剥がすんでしょうね、つけるとき。それでこの四つ角にちょっとこう段があるんです。でこの段の内に貼るようにいきましょうか。それでこれをここへかぶせていきます。ちょっと目印入れて、ここらこっちにもこう測ったんですけど、ちょっともう切れ込みを入れて、これをここを目印にねこう切ろうと思います。裏にこう方眼のマス目があるんで、ここは今ちょっと目印入れたんで分かります。すごい分かりづらいですけど、この目印を元に切っていきます。これがうまくいったらすごくいいですね。選別ケースって僕3000円で買ったやつを使ってるんですけど、最近物価上昇で絶対3000円より高くなってますもんね。これが330円で、スプレー買って塗るっていう方法もあるらしいんですけど、スプレー高いんで、家にそのスプレーが余ってる人はいいですけど。で方眼を切っていきます。その横見ケースの後ろの寸法に合わせて、よいしょ。やっぱちょっと切りづらいですね、くる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 なんて。癖が強いですね。よいしょ。
こんな感じで切れました。これをめくって貼っていきたいと思います。これがめくれるはずなんですけどね。こんな感じで、こんな感じでめくれましたね。ここはこんな感じ でちょっとベチャベチャしてます。結構ベタベタします。あ、これあれですね、手をきれいに洗ってやった方がいいです。ここがあれですわ、指紋がめっちゃベチャベチャ ついてしまいます。あんまり持たない方がいいですね。それでこっち、直角が出てるとこを最初につけましょう。一番綺麗なとこ、直角出てるとこつけます。あ、これあれですね、最初から多分全部めくらずやったらいいパターンですね。これ 最初に全部めくっちゃうと、この調整、微調整がしづらいですね。微調整がしづらい。よいしょ、こうですね、こうですね。ちょっと手元が見えないでしょ。ここを最初1ギメしました。あのこの直線、こっち側の直線はあの元のこの紙のロールの直線なんですよ。僕がハサミで切ったのはこっち側なんで、こっちは元から切れてたラインなんで、まっすぐであろうと。でこっちも端っこのラインなんで、ここ90度ですよ。だからここを先に止めました。でこう伸ばしていってます。こうやって伸ばしていってこう貼りました。よいしょ、結構いい感じだと思います。はい、貼れました。こっち側の目はやっぱその人間の見える目になるだけあって綺麗なんですけど、このメダカを見る方の面になると、まあちょっとムラがあるようには見えますね。ただ透けてはないんで、普段使いでは問題ないのかなと思います。じゃあ実際にメダカを入れてみましょう。メダカボール1杯だとまだ入りますね、水が。あ、メダカボール2杯弱は入りますね、水が。どうです、 見やすいですか。こんな感じ、ちょっと明るすぎる、ちょっと暗くしてみる。あ、見やすいですね。すごく見やすい気がします。ちょっと僕も見てみます。ああ全然いいですね。全然いいです。サイ&コー最高です、最高。こうやると怒られるかもしれない、こうやっときます。最高です。よいしょ、はい。じゃあ今日も最後までご視聴くださりありがとうございました。この動画がいいなと思った方は高評価とチャンネル登録してもらえると嬉しいです。またこの横見ケース教えてくださったお客様ありがとうございます。しかもそのお客様はね、横見ケースもプレゼントでくれたんすよ、僕に。ありがとうございます。これからもなんかこんないいアイテムがあったよっていうのあったら、どしどしコメントで教えてもらえると嬉しいです。どんどん実際に紹介していこうと思います。今日も最後までご視聴くださりありがとうございました。それでは失礼します。ちょっと大事なことを忘れてました。
このフィルムまだ全然いっぱい残ってるんで、ちょっともう特別最大プレゼントということで、ひよこめだか店舗にて YouTube 見たでこの黒いシートを使用分だけプレゼントします。 YouTube 見たでプレゼントするんで、もしあの横見ケース買われた方で後ろの黒いシート探されている方、ぜひぜひ店舗に来て YouTube 見たとお伝えくださいませ。これをハサミで切ってプレゼントしたいと思います。それでは今日も最後までご視聴くださりありがとうございました。またどんどん面白い動画作っていくんで応援よろしくお願いします。それではありがとうございました。失礼します。